はい、こんにちは、ブルーホスです。ということでね、今回も RE4 発売記念に、まあ、即してですね、バイオ RE3 を、まあ、復習プレイという言い方も変なんだけど、まあ、前回のね、RE2 に続けてちょっとやっていこうかなというふうに思います。ということで、今回なんだけど、まあ、どんな風にやっていこうかなと思ったんだけど、まあ、とりあえずニューゲームは間違いなくって、でね、インフェルノでやりたいんだけど、やろうかなと思ったんだけど、まあ、ちょっとね、ボスでグダグダになる、ラスボスでグダグダになる可能性があるっていうところだったので、まあ、とりあえずナイトメアくらいに留めておいて、で、その代わり、ロケランを使わないという感じでね、やっていこうかなと思います。いやいや、そこは普通に無限武器使わないでやれよっていう風にね、言う方もいるかもしれないですけどね、舐めないでいただきたい。僕のゲーム力のなさをね、はい、ということで、とりあえずまあ、こっからやっていこうかなと思います。まあ、敵の攻撃非常に強力になりますって言ってるからね、まあ、そういうところもあるから、まあ、果たしてクリアできるかっていうところで、まあまあまあ、ごた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 言ってんと、さっさとね、始めていかんかい悪いっていうところでね、まあ、ということでやっていきましょうか。ということでね、ジルバレンタイン、ジルってね、ジュウっていうね、バレンタインさんがいるんですけれども、まあ、その彼女がね、はぁって目覚めてね、ふぅってなってね、とりあえずオープニングムービーは相変わらず見ていくというので、ね、まあ、大体のね、僕のね、受教を見ていただいている方はご存知かもしれないですけど、このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。パンデミックを完成させていくスタイル、違う、実況しながらね、こうやってムービーをね、絶対に飛ばさないっていうね、優しい目のスタイルでやってるんでね、まあ、もしこの実況自体が初めて、もしくはね、こいつ自体が初めて、ブルーホースが初めてとかいう方もいらっしゃれば、あるいは緊急事態宣言っていうね、そうじゃなくて、CDC、ちなみにね、あれにも出てきてるよ、ウォーキングデッド、ウォーキングデッドにも出てきてるんだけど、そんなことは知らないわなって話でね、そういう話がしたいんじゃなくて、根本的な価値観なのです。何の話をしたかわからなくした。そうあれ、初めてバイオ RE3 を見るという方に関しても、まあね、こんなストーリーですよっていうことで、ぜひね、僕のね、実況にベラベラ聞くんじゃなくて、下に映ってる字幕の方を見てもらえたらいいかな。はい、ちなみにこいつはね、元マットではないと。それはアポカリプスの方。なんかだいぶ前からの情報だけどさ、なんかバイオ9が、なんかその、ま、おそらく RE4 だから、まあ、RE4 が23年だから24年くらいに、パッと多分バイオ9が出るんじゃないかみたいな噂がチラチラ流れ始めてるけど、なんかアポカリプスって名前らしいですね。うん。アポカリプスっていうのがね、まあ、その終焉とかっていう意味があるんだけど、まあ、そういう意味ではバイオハザードのシリーズがようやく終わりを迎えるんじゃないかなんてね、いうところもあるんだけど、だから結局だってさ、まあ、ラクーンシティの場合は T ウイルスがね、ミサイルによってボーンってなってなくなっちゃったみたいな話だけど、まあ、T アビスとかさ、それから C ウイルスの方なんかっていうのはまだ決着がついてないはずが、おはようございます。どうも。ジュウのお目覚めでございます。一瞬画面がカクついたよ。そんなことは気にせず、さすが23歳。そうなんだ。ジル23歳なんだよね。23歳のこのダイナマイトバディをどう思う皆さんね。ね、ダイナマイトボディになっているかどうかわかんないからね。これなんだろうな、睡眠薬なんだろうな。ね、まあ、ということで、まあ、とはいえね、振り返りプレイをやっていくって言とは言いながらもね、まあ、ぼちぼちやっていくとさ、皆さん、どっちがタイプ？こっちはなんかあれだね、パイレーツ・オブ・カリビアンのさ、わかる人わかる？こっちは、まあ、とりあえず、パッドが入ってるから、こっちが見えないっていうね。こっち多分ね、このね、ポスターを撮った人、ポスターなんていうのこれ、絵を撮った人の方が美人だと思われる。うん、この人、生命の泉、パイレーツ・オブ・カリビアン生命の泉に出てくる、超美人な人魚さんがいるんですよ。超美人、あれ？これ消せない？無理。じゃあ、とりあえず、うるさいから、窓を閉めます。OK。で、こっち進んでいって、酒がある、ホーム。電気はポチッとつけれない。つけれないさ、ババ。これ誰だろうね。しゃがめないのか。風でふわ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 してるね。うん。いや、いいね。レザースタイルってか。レザーじゃねえや。違う。なんだっけ。ジーンズスタイル。これなんだ。よくわかんない。で、なんかの大規模デモが起こってて、こいつはまあ、豚なのかな。え、これは RPD だよね。まあ、RPD もね、まだね、なんかね、なんとかなってるわけじゃないからね。おぉ、めっちゃ光ってる。雷がデーンってなったよね。で、トースター。うん。で、冷蔵庫。まあいいや。とりあえず、はい、これです。
ブラトップ1枚のジル。ねえ、ほら。皆さん、注目ポイント分かってるよね、ほら。プルンプルン、プルンプルン、プルンプルン、プルンプルン。ねえ。ムーンウォーク、ムーンウォーク、プルンプルン、プルンプルン、プルン、プルンウォーク、プルンウォーク、プルンウォーク、プルンプルン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 。そんなことはどうでもいいから、早く銃をね、チャカ突きつけてね。体温測ろう、体温。何度なのかってね。はっ！まさか。私自身が犯されている。ちなみに同じ漢字を使うよ。ああ、右目から。揺れるところは揺れりーの。さあ、こうなっちまったらね、美人も台無しですからね。ああ、どんどん犯されていく。少女は誇張写真に相手が開く。ああ、地味に近づいていこうね。ああ、やられちゃう、やられちゃう、やられちゃう。ああ、皮膚がどんどん皮膚皮膚していく。やめて、そんなバカな。こうなったらもう、やることはつつしかないわ。そう、体温計で、おでこにチャカを突きつけて、測ってみよう。あ、3、2、1、36度8分、平熱です。ナウローディング。え、ナウローディングなんか出てたっけ？誰だし、写真の男。よくわかんない。毎晩ひどくなってる。はい、毎晩ひどくなってる。まあ、見る夢がどんどんね、荒ぶれていくところだね。あと3日で。この街ともさよならに。さようなら、さようなら、現地。揺れまくってる。さあ、なんか変わったところはないか？ないね。お？あー、電気、あれ？いろいろと変わってんな。まあ、そりゃそっか。ね。いやー、すごい。これ消せんの？薬飲みすぎた。薬中かよー。なんだよ。ただの薬中だったのか。これがバイオ1の時のね、お帽子ですね。未だに大事に取ってるっていう。意外とね、原作のバイオはね、ジルレポート。まあ、ここら辺に関しては僕が初実況プレイってやるやつでね、しっかりと読み込んでいるんで、そっち見てください。うん。意外と、バイオのなんだっけ、初実況、今日じゃなくて、なんだっけ、忘れちゃった。こういうね、なんかトークをしながらめっちゃ食ってるんだよな。そうなんだよな。ピザうまいんだよね。これがね、またアメリカのピザってね、ほんと、チーズたっぷり、ぷりぷりぷりだった。なんかヒントあった？謎解きのヒント。ベーカリーブレッドとか。そう。違う。原作のバイオは、ロン毛なんだけど、リメイクのね、やつはね、短い目だからね。あ、これ見えない。あ、すげえ怖え。まあ、とりあえず電気つけ。あ、よかった。ここにチャカがねえわ。体温測れないけど、命も取られずに済むからね。あ、ポチッとな。家の中で何ちゅう格好してんのって話だよね。あ、ごめんなさい。とりあえずコスチューム、なんか、帽子かぶってた。ダブってる帽子。ダブルパイセンですね。あ、アルプバイエルンみたいな。誰がソーセージだ。いやーにしてもでかい。でかいところはでかいね。ピッ。さてと、操作できるかな？皆さんわかる？これほら、ちゃんとブラ線がね、これ、ブラトップなのか、それとも本当のブラなのかっていうところはあれなんだけど、誰だろうって言ってる、口が動いてないっていうところってすごい気になるな。多分スタイルの良さで言ったらね、これね、ジルか、もしくはアシュリーか、このトップ2、ああ、でもやっぱりなんだかんだシェバかな。シェバが一番なのかな。同僚からのメッセージ。ワリラガエース、ジュバンタイム、ブレッドブリッカーズ。はい。じゃあ、家の中で走るのも変だからね。とりあえず。もう、前も言ったでしょ、新聞はもう2社から取ってるからいらないのよ。どうしたの？いや、そんなこと言わずに洗剤もつけますから。いつの時代やねん。そこから逃げろ、今すぐ。わかった、荷物を。ああ、日本語だった。知らんかった。随分と荒ぶった入場の仕方でどうなんですね。ちゃんと玄関から入らなさいよ。ママからそういうしつけ受けてこなかったのかしら、あなたは本当に。なんで、ご都合主義でそんなところに銃があるので、あなたそんなキック入れられた、ようすぐにバンバン持ってて、さすがですね。さすがスチャー、やばい、肩が握りつぶされる。痛い。肩握りつぶされるし、しかも、顔を打たれてもなんとも起こらない。ういー。さあ、急げ。あばらの多分2、3本折れてるはずだぜ、もうすでに。これ、この状態で出てきたりすんのかな？あ、後ろ向けねえや。後ろ向けたら一番わかる。スイーン。これがね、バイオ5とかバイオ6とかだったらね、QTE っていうね、やらなきゃいけなかったりするからね。
これでどうなってくるか。はいはい、急ぎ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 。まあ、とりあえず、ちょっとまあ、実況の時間のこともあるんでね。誰だ？やばいやばい、ドーンって言ってる。これ来るのもしかして。一体何が？来てんの？あ、違う。こっちが爆発してんの。そうでしょ。まあ、ここでね、二人死ぬんだけど、まあ、そんなことを見てるほど私暇じゃないんで、さっさと次行きます。で、この上から降ってくるんだけど、これどういうあれなんだろうね。どっから来たんだろうね。降りてき方がもうなんかね、横綱ですーみたいな。はい、急ぎ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 。そこくぐってるけどさ、普通にこの瓦礫の上行かれたら終わるんじゃねって思うんだけどね。はいはい、急いで急いで急いで。こっちをすぎて突き上げて。懐かしい。パンティーラインは見えないのかな。振り返ってる暇ないよ。いつでも前を見続けなきゃ。前を見つめて。あなたが行く先は。そうだ、前だ。いてて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 て。この時に全くゾンビとかがいないっていうのがまた不思議だったりするんだな。ところで武器は？もう大丈夫。もう大丈夫。もう大丈夫じゃないのよねー。やばいのよねー。くる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 。なんでこいつこのままこうやらなかったんだろうね。うん。わざわざさ、この上のさ、やつを剥がしてさ、お前は今からもちきちのサラダせんべいで、うくす、なんちゃらしてやるぜ。こうやって言葉が出てくる。さ、走って逃げて。走って走って走って回る。タレキさん、お疲れ様です。はい、ということでね、なんかいい具合に、まあちょうどいいポイントで終わることができたなかなっていう気がするんでね、ちょっと慌ただしい感じのパート1になりましたが、まあ RE3 をね振り返りながらプレイしていきましょうということでね、一旦ねこの辺りでね終了しておきたいというふうに思います。ということでね、ワップ移りましたが、本日のところはここの辺りで終了とさせていただきます。ではね、ぜひねチャンネル登録ボタンとグッドボタン、そして頑張れーっていうねコメントをしていただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。バイバイ。